はい、おはようございます。今日は、はい、合成でございます。合成やっていきました。まずね、浄瑠新古墳、こちらはね前方後円墳でございますけどね、形残っとるかね。今マイナス1度でございます。非常に寒いですけどね。はい、ここでございます。浄瑠神古墳でございます。墳長が70メートル前後、朱塗りでございます。ね、これ形わからんだろうな、これ。こっちから見てみようか。これはちょっとわからんな。これはちょっとわかりませんね。前方こういうふうには見えんだけどね。この横にも通ったのにね。これは古墳っていうのはわからないんだね。これはちょっとわかりませんね。まあ削られたとすればね、可能性としてはね、わからんでもないか。限度かな、これ入られへんな。中別やん。これ古墳でしょ。古墳。古墳やから残った中別やん。中入れるんですか。入れますよ、あの向こうからね。はい。あのスロープあるからそこは入れる。ガサで良い子がいかんから問題ある。ガサで良い子がいかん。ああ、なるほどね。すみません。あれ。中入れるらしい、向こうから。ちょっと今声をかけてくれたんだけどね。反対からちょっと行ってみましょう。うわあ、寒い寒い。桂木山も金剛山も雪でございます。真っ白でございます。入れるようだけどね、あのお兄さんね。どっか入れるんやろ。なるほどね、これも墳丘の一角だったな、可能性あるんだろうな、これ。いや、ここは一緒のことないわ。おお、なんかイメージ的には分からんね、これ向こうが方墳でね、こっちの方がね、平墳っていう感じね。あと形状、山の高さやなもんだよ。なんとなく分からんでもないけどね、これ。残念でございました。分からんわ、これは。これは分かりませんね。もう雪が降ってますね、雪が。分かった。上がりましたけどね。分からんな、これじゃ。雰囲気か、これ。形状もさっぱり分からん。上がるね、このことをおっしゃったんかね。はい。さっぱりね、形状分からへん、これ。朝だらけでございますからね。はい、まあ一応上がったけどね、残念でございました。はあ、これは墳丘かね、これ。ここなんかあんのかね。
なかなか。なんかこれ、おそらくね、今から降りまかな。風がすごいね。はい。上ウル上古墳でございました。残念でございました。わかりませんでした。風がすごいからね。全体的な感じとしてやっぱり前方後円墳の方が近いかな。笹だらけになってますからね。なんか今から上まだ掘りはんのかね。ここから本当上がれたんだろうな。ここからな、上がれへんな。これこういうのね、上古上古墳6世紀の後半や。石棺もどこあんねんの、中あんねんのね。こっちもね、見るからに古墳がいっぱいありそうやけどね。上流上古墳でございました。前方後円墳約 70m、 それぐらいあんのかな。こういうふうに見ましたけどね。さあどうでしょうかね。